おはようございます、恭平です。よろしくお願いします。今回も前回に引き続き奈良ネバーランドの奥田レオナ君にゲストに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。挨拶それでいい。おはようございます、レオナです。よろしくお願いします。それ流行らしていこう。はい、まあそんな感じで前回レオナがどんな人かっていうのを聞いていったんですけども、今回ちょっと深い話を、はい聞いていきたいと思います。まあ奈良ネバーランドといったら結構有名なバンドを輩出してるじゃないですか。前回のインタビューでも地元バンドと親身になってこう一緒にこう上がっていくスタイルでやってるっていうことだったんで、有名になったバンドのもう本当に初ライブぐらいから見てると思うんですけど、そうですね、このチャンネルを見てる若手バンドマンに向けて、まあそういう売れていったバンドに共通する点とか、売れてるバンドはこういうことしてったよとか、まあ、こういう共通点があったよとか、まあ、レオナの視点でいいんでちょっと教えてもらっていいですか。ネバーランドもガンガンバンドにダメ出しして育てるっていうよりは、基本的には僕が働く前からそれ一緒に考えるみたいな、考える物価の人も多かったし、バンドの数が全然多くはないんで、このジャンルのシーンがあるみたいなのがマジでなくて、まあほんまみんなでごっちゃになって毎日いろんなジャンルが出るみたいなイベントをずっとブッキングではやってきたと思うんですけど、このジャンルのバンドはこのやり方せえよみたいな先輩が思うのおらんかったんで、もう自分らで行動するしかないっていう状況を与えられてた時期がすごいあって、今なんかもう SNS とかで情報共有とかめっちゃあると思うんですけど、5、6年前まではネットで全部わかるとかはなかったんで、自分らで行動して目で見てっていうことをやってたバンドは今もずっと残ってるし、近所で言えばね、大阪京都とか神戸でやってることを奈良でもやろうって言ってた人よりは、奈良でしかできんことをやろうとか、それをこう行動して目で見て奈良に持って帰ってくるみたいなバンドが僕的にはもう登っていったかなと思うんですね。なるほど。誰かを真似したりとか、そうですね、誰かの言いなりになったりするのではなく、自らが考えて自分たちで行動するっていうバンドが上に行ったっていう。そうです。そうなんや、初めて知った。すげえ数のイベントを組んでたりとか、自主企画やりますって言ってここに向かって集客とかじゃなくて、別に毎月なんかちょいちょいやってるとか、レイブゲートってちょっとキャパがうちよりは狭いところがあるんですけど、そっちでも毎月ぐらい実はやって、学生と絡んでやってたりとか、行動力がすごかった。個人的にというか、その人間的に共通点みたいなのあったりする？例えばめっちゃ頭いいやつがおるとか、なんか逆にネジぶっ飛んでるやつがいるとか、なんかそういう共通点みたいな。学力とかそういう頭の良さじゃなくて、なんかやっぱ一人バンドに動きをこう完全にマネージメントするっていうか、引っ張っていく人がおるバンドの方が多かったかな。頭いいっていうか、なんかその段取りがいいっていうか、行動力がある、これはこうしてみたら分かるからこうしようとか、ちょっと保留とかっていうのがそういう人らにはなかったかな。いっぺんやってみる。外から見てると奈良のそういう有名になったバンドってなんかちょっと変な人が多いイメージあるんやけど、そんなわけでもない。変わった人というか、僕も変なんすかね。それは逆に感じない。感じないっていうか、普通の人やなって感じじゃないですけど、全然普通の話するし、普通に遊んだりとかご飯行ったりとかもあるんで。確かにレオナ変じゃ変や。いやあ、まあでも変なところで尻込みしない人が多いかもしれない。度胸があるみたいな。度胸はある。だってどう考えても奈良でやっていくってなかなか度胸あると思うんですよ。不安やと思うし、土地柄的にも人も少ないし、観光客もまあいるけど夜は観光客いない街なんで、なんですごいそこでこうエンターテインメントを仕事にしようと思うっていうのはすごい度胸あると思うんですよ。そこでオリジナルなことやろうみたいな。じゃあ最後にこれを見てる全国の若手バンド、これから有名になろうなりたいっていう若手バンドにアドバイスするとしたら、こういうことしたらいいんじゃないかとか、こういうマインド持った方がいいんじゃないかっていう一言お願いしていいですか。まあ、僕が全然まだ若いって思うんですけど、もっとなんかライブハウスうまいこと使うというか、それはでもさっきの話で共通点で言えば、そのライブハウスの使い方がうまかったんですね。売れていった人たちとかは無茶なお願いとかもダメ元で言ってみるみたいな、あくまでブッキングマネージャーバンドのこの縦の関係みたいなにとらわれず、もう一緒になってこういうイベントやりたいんですよね、でもここももう無料でやりたいんですよとか、学生はこうやって割引したいんですよとか、古着屋呼びたいんですよねとか最近は言われて、全然うちやったスペースがあるんで、古着屋呼ぶのいいなとか思ったりとかしたんで、思いついたことをめっちゃライブハウスに相談したら、おのずと独特のイベントができて、そのバンドがなんか変なことやってるっていうか、オリジナルなことやってるっていう風に認識されたら、今の時代すぐ拡散されると思うんで、これってなんかライブハウスで見たことないなとか、ライブハウスやってるって聞いたことないなとかあったら、こんなんできますってライブハウスに相談するっていうのがめっちゃ大事だと思うんです。
まあ確かにね、アイデアっていうものがあったとしても、始めたてのバンドとか、言ってしまえばお金も人気もまだないようなバンドって、アイデアを実現する力が、まあ、足りない場合が多いから、それをライブハウスの人に、まあ、相談っていうか、まあ、協力してもらって一緒に作り上げていくっていうのは確かに必要なことかもしれないし、奈良だからネバーランドのレオナではあるけども、はい、ネバーランドを飛び出したイベントとかも一緒にしやすかったりもするかもしれないけど、まあ都会だったらもしかしたら難しいかもしれないですね。その辺はちょっとやっぱ自分らの箱が関わってないと仕事上難しかったりとか、うん、でももしかしたらその仕事を取り越えてやってくれる人もいるかもしれないし、なんとかこのライブハウスを絡めてやってくれる人もいるかもしれないんで、まあ多分どんな土地に限らず、まあライブハウスの人にね、そう相談する、こういうの思いついたんですけどどうすかって相談するっていうことは、まあ必要かもしれないです。ライブハウスの人もね、やっぱいろんな経験してきてるし、まあいろんな大人の事情もあるから、全部が全部イエスとは、まあ言えない場合もあるし、まあ相談して、結局その計画がなしになる可能性もあるけど、相談するだけただなんで、いいことを言った。いいことを言った。レオナ君がいいことを言いました。はい、という感じで、いろんなね、有名バンド、まああえてで今回名前は伏せましたけども、本当にネバーランド、有名なバンドをどんどん輩出していって、今後も出ていくと思うんで、ぜひ全国のバンドはネバーランドにツアーで行ってください。お願いします。はい、という感じで、今回、ネバーランドのレオナ君ゲストに迎えてお送りしました。はい、まあこんな感じで今後もバンドマンとかライブハウスの人のインタビューを撮っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。